ゆっくり霊夢です。ゆっくり王夢です。今週、私たちにとって大事な戦いがあるよねー。当チャンネル推しチームである、大宮アルディージャとツエーゲン金沢の対戦が、6月9日日曜日14時、金沢55カレースタジアムにて対戦します。私たちはこの対戦カードを勝手に聖戦って言っているのですが、今回は今年一発目の聖戦の見どころについて解説していきます。まずは両チームの今年の成績から、まずはじめにツエーゲン金沢の成績から話していくよ。現在ツエーゲン金沢は J3 で5位となっていて、勝ち点は23、同じ勝ち点は6位の今治がいて、団子状態になっている J3 上位の中心部にいる状況です。勝ち点をプラスにすると、2位沼津と勝ち点並ぶし、120位の岐阜が勝ち点3取って、金沢が負けると抜かれるといった感じで、上にも行けるし、下にも余裕で落ちれるといった、なかなかギリギリの立ち位置なんだよね。特筆すべきは、リーグ戦直近では10戦負けなし、得点数29は、J3 2位と攻撃が噛み合ってきたこと。傾向としては、先制して複数得点取って逃げ切るといった感じで、逃げ切れなかった試合も、2対2などの引き分けで踏ん張っているといったところ。先制することで、できるだけ自分たちのペースで試合を進めようとするところは大宮と似たところを感じるね。シーズン序盤のツエーゲンと同じ印象を持たない方がいいですね。大宮を倒せる可能性は全然あり得るので、浮かれないように。注目すべき選手まず一人目は、梶浦選手。ツエーゲンの攻撃は彼から始まっていると言ってもよく、大宮でいうと小島くんみたいな、攻撃までの土台を作れる選手です。次に小島雅也選手。サイドを中心に活動するツエーゲンのキープレイヤーで、彼の持つ正確なクロスやロングスローは、相手からすると恐怖でしかないかと。結果もちゃんと出ていて、アシスト後は J3 2位ですし、得点も3つ取っています。普通のチームであれば、彼にいかに仕事させないかが大事って言えば済みそうだけど、気合が入ってそうな面々が金沢には多そうで、3人目の注目選手は、大山くんを挙げさせていただきます。うわぁ。はい、いかにも何かやってくれそうな気がしますね。ツエーゲンでは、フリーキッカーを担当してますので、セットプレイ、注目ですね。金沢には島田とか畑尾もいるし、彼らにも注意しないとね。次に大宮アルディージャの成績を見ていこう。大宮は現在 J3 首位となっていて、15試合終了時点ではあるものの、2位の沼津とは勝ち点差11離れている状況だよ。数字を見ればわかるように、大宮は異次元の成績をしており、得点数30は J3 トップ、失点数は J3 3位ではあるものの1位との差は1。得点力も、守備力もあるといった隙のないチームといったところでしょうか。そしてなんと今季は松本山雅戦以外1回も負けてません。本当に高い壁だと思います。注目すべき選手1人目は、杉本健雄。積極性とボールの置き方が上手い選手で、攻撃の際は積極的にボールをもらいに来てくれて、しかも簡単にボールロストしない頼れる王様。守備面でも厳しいプレスをガンガンかけてくれる。仲間にも声かけを欠かさないなど、子供に真似させたくなるような素晴らしい選手だよ。ネットの評判なんて当てにならないですね。次の注目選手は、笠原。大宮の守護神であり、スーパーセーブも持っている。相手からしてみれば、厄介な存在。とはいえ、笠原のスーパーセーブって大宮のディフェンス陣が、コースをしっかり切れてるからできているのもあります。そのため、大宮から点を取るには、ディフェンス陣と笠原を出し抜かないと点を取れないということです。3人目は、藤井だと私は思う。今年入団したばかりの大卒ルーキーのフォワード。攻守ともに誰とでも連携することできるプレイヤーで、攻撃面では、健雄のようなポストプレイとクバシンのような落ち着いたフィニッシュを持ち、守備面では、健雄や石川海戦のような厳しいプレスを、交代するまで全力でプレスをかけ続けられる。健雄とクバを足して2で割ったような選手で、大宮の躍進は彼がいてこそ成り立っていると言っても過言ではありません。それは私も同感です。以上が両チームの今年の成績となります。次にこの対戦カードでの注目数字について、まずは両チームの対戦成績。見ての通り、大宮にとって金沢は相性がかなり良く、比較的勝ちやすい相手だと思われるよ。しかしですね、この数字はぶっちゃけ見せかけでして、9日過去14試合のツエーゲンで、監督をしていたのはほとんど柳下監督なんですよねー。あと昔の大宮は選手の質が高く、地方クラブだと叶わなかったのもあるので、監督が変わり、互いにチームレベルも地の底へ落ちたので、この成績は当てになりません。一方である程度当てになる注目数字もあるんですよね。これは、まずい。はい、大宮アルディージャは、伊藤明監督が非常に苦手です。なんでかっていうと単純な話で、明は、大宮ユース黄金期の監督だったんだよね。下からコツコツランクアップしてきたから、教え子も多くて、教え子の弱点をついてるから勝てる。特に、甲府にはしてやられてましたからね。とはいえ、今の長さはアルディージャは、
テッツの教えを受けてきた選手中心にチームができているし、以前のような、ユースっ子しかいないチーム編成ではないから、影響力は以前ほどないと私は思うよ。というわけで、今回は日曜日の聖戦の見どころについて解説していきましたが、いかがでしたか？見どころが整理されて良い動画になったと思うよ。現地観戦に行かれる皆さん。あ、ゆゆこ様。今回の対戦会場のゴーゴーカレースタジアムは、今年開場したばかりの新スタよ。スタブル、スタンドの雰囲気、音の反響、すべてが金沢を応援する者のためだけに存在する。スウェーデン側は圧倒的ホームの雰囲気。ビジターは圧倒的アウェイを堪能できるスタジアムよ。覚悟しておくことね。おう、アクセスやチームとしての見どころ、スタンドの雰囲気については、以前投稿した、こちらの動画を見ていただくとよりわかりやすいと思います。概要欄にリンク載せておきますね。お前ら危ないから間違えても北鉄磯部駅には行くなよ。歩道内のに車が飛ばしてくるので、地元民以外は危険です。避けましょう。というわけで、現地民もダゾーン組も聖戦を楽しもう。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見ていってね。